よかったらこれ。え、いいの？うん、手作りだから美味しくないかもしれないけど。ありがとう、嬉しいよ。あいつ、チョコなんていらねえとか言ってたくせに。ただいま。あら、お帰りなさい。マー君今日は早いねー。そうかな、あまり変わらないと思うけど。で、チョコレート、もらったの？え、俺甘いの苦手だし、そんなもんもらったとしてもいらないね。あらまあ、今年もダメだったか。いや別に期待してないし、いらないしチョコなんて。おばあちゃんは、マー君いい男だと思うんだけどねー。来年に期待ね。はい、お母さんとおばあちゃんから。あ、ありがとう。今年はかなり頑張っちゃった。どんなチョコ作ってきたんだ。見たい。見たい見たい。じゃーん。え、それって。チョコポテトよ。お寿司にチョコかけただけじゃねえか。かなり頑張ってこれかよ。そういうマリサはどんなもの作ってきたのよ。私は原材料からこだわって作ったぜ。おーおー、すごい。本当に自分で作ったの？ああ、全部自分で作ったぜ。お店で売っているものみたい。味も何度も調整したから完璧だぜ。うわぁ、食べたい食べたい。お、おい、ウプ主は何か作ってきたのか。ちょ、マリサ、そんなこと聞かないでよ。い、一応だよ、食べるとは言ってないぜ。いやそれが、作ろうと思ったらね、アイがこれ持ってけっていうもんだから、市販のチョコ持ってきた。ナイスだい。ウプ主も素直に持ってきて偉いわよ。本当は手作りが良かったんだけどね。いやお前は市販のでいい。教室で女子たちが友チョコだとか言って騒いでるけどさ。うん、あのチョコって俺らの分もあるのかな。いや絶対ないと思う。そうだよな。あ、今年のバレンタインも母ちゃんとばあちゃんからだけだろうな。だな。あれ、何してるの？いや、何度見てもチョコらしきものが入ってなくてね。そうなんだ。ということで今回は、スピードウィッチバトル、白の魔女と5つの希望というゲームを実況していきます。ウィッチってことは魔女に関係があるゲームなのか。うん、ストーリーに大きく関わっているんだ。そういやマリサも一応魔女だったわね。一応ってなんだ一応って。このゲームのストーリーを簡単に説明すると、魔女たちが5つの国を治めていて、発展を遂げる中、他の魔女たちに理不尽な恨みを持つ黒の魔女を筆頭とする集団が現れたんだ。うんうん。その集団は黒の勢力と呼ばれ、黒の勢力出現によって、各国は否応なく互いに結束して、黒の勢力と戦うことになったんだ。なるほど。襲い来る黒の勢力に立ち向かうため、主人公は各国に所属する、契約者たちを操り、冒険を繰り広げるっていうストーリーなんだよ。マリサみたいな黒の魔女に立ち向かうのね。誰が黒の魔女だ。なんかワクワクするストーリーだな。契約者たちを操るっていうのが気になったわ。早速遊んでいこうと思うんだけど、今ちょうどバレンタインイベントが開催されているから、イベントに参加してみるよ。バレンタインイベントか。そんなたくさんチョコもらったって食べれないわよ。なぜたくさんもらうこと前提なんだ。そうそう、このゲームは、多種多様な魔法を駆使して戦う、カードゲームだよ。ってことは契約者っていうのは、カードなのか。そうそう、最大5名の契約者でデッキを編成するんだ。それは面白そうね。今回のバレンタインイベントでは限定のガチャが登場しているから、まずはガチャを引いて、どんな契約者がゲットできるのか見てみよう。何が出るかな何が出るかな。ぜひともバレンタイン限定の契約者が欲しいところだぜ。あら、いくつか色が違うものがあるわね。おお、早速可愛いキャラ来た。どのキャラもとっても個性豊かでいいわね。強そうなお姉さん。ちなみに一番レアは何レアなの？ SSR だよ。お、ウプ主みたいな獣耳のキャラだぜ。あ、私みたいなセクシーなキャラよ。聞かなかったことにしといてやるよ。残念、今回はバレンタイン限定キャラは当たらなかったよ。でもほとんど初ゲットのキャラが当たってよかったじゃねえか。うんうん。イベント期間中にリベンジしたいわね。それじゃあ今回ゲットした契約者をデッキに入れて、バトルに挑戦してみるよ。初心者だけど、ちゃんとできるかしら。それなら、まずは簡単にルール説明を先にするね。ただいまより、ルール説明を行います。しっかり聞かないとな。お願いします。まず最初に、プレイヤーは、最大5名の契約者でデッキを編成します。バトルが始まったら、3箇所の魔力の泉から契約者に魔力を送ります。中央の数字の札が魔力の泉で、下にいるのが契約者だな。魔力の数字と色の組み合わせで、役を成立させて相手を攻撃します。すいません、役って何ですか？役というのは、
本は1、2、3といった並び、333といった同数、数字札の色を揃える同色の3つです。なるほど、これが訳か。契約者に数字札を送ると、次に何の数字を送れば訳が成立するのかわかるので、あまり身構えなくても大丈夫です。それなら安心だわ。リアルタイム制なので、いかに早く訳を成立させるかが勝敗の鍵を握ります。いかに早く、訳を成立させまくってどんどん相手に攻撃していくのね。それじゃあ実戦といきましょう。魔力の泉から契約者たちにどんどん魔力を送る。役を作りまくって相手の HP を先に削り切るわ。用意、スタート。同じ数字を揃える作戦でいこうかしら。そうだな、それを意識して揃えていこう。いい感じいい感じ。これは想像以上にドキドキするな。よし、揃ったわ。よっしゃー、続けて他の契約者の役も成立だ。焦る気持ちを抑えて冷静に冷静に。相手がどんどん攻撃してくるぜ。数字にこだわらずに同じ色や並びも意識するといいね。こっちの契約者はもう少しで役が揃うものばかりよ。なんか発電したぜ。数字札の中には特殊効果を持ったものもあるんだよ。これでおしまいだわ。よっしゃー、勝てたぜ。カードバトルなのにすごいスピーディーで白熱したわ。カードバトルってことを一瞬忘れちゃうよね。こんなにハラハラドキドキするカードバトルは初めてだぜ。それじゃあ最後に、バレンタインイベントの詳細な情報をご紹介しますね。バレンタインイベントでは、バレンタイン報酬戦、バレンタインクエストそれぞれのバレンタインで集めた、ハートのチョコレートを使ってガチャを引くことができます。バレンタインバージョンかわいいな。これは手に入れるしかないわね。そして、私たちが引いたレアガチャでも、新 SSR のアリアダミアが手に入るので、ぜひどちらのガチャもお見逃しなく。バレンタイン報酬戦を遊んで、ハートのチョコレートをゲットしまくるわ。バレンタインイベントクエストも見逃せないぜ。こちらのアプリをまだダウンロードしていない方は、この動画の概要欄の URL から、アプリをダウンロードしてくださいね。みんなも白熱のカードバトルを体感してみてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。バレンタインイベント、みんなもぜひ参加してくれよな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。